ようございます。禅の世界で伝統を尊んでいることは言うまでもありません。なんといってもそれは四子相承という伝統の系譜を重んじていることからも明らかであります。四子相承というのは師匠から弟子へと法統を伝えていくことを言います。師法といって師匠から教えを受け継ぐことを最も重んじているのです。お釈迦様が迦葉尊者に法を伝え、迦葉尊者が阿難尊者に伝えてと、第28代目が達磨大師です。それから代々伝わっていることを重んじています。それのみならず、さまざまな伝統文化を大事にしていることからもわかります。それぞれのお寺ではそれぞれ言い伝えられていること、受け継いでいる伝統があります。それはさまざまな文化としても伝わっています。飯島隆義先生の語られ続ける一休像を読んでいると、入谷義孝先生の言葉が引用されていました。次の言葉です。禅問答というものにある言葉です。日本の禅について、私がかねてから不審に思っていることが一つある。それは直接に問答と関わりのあることではないが、今一般に禅芸術と呼ばれているものについてである。端的に言えば、中国の禅は美の世界とは全く無縁であった。まして造形美術とは何の因縁も持ち合わさなかった。木石、絵画、庭園、茶などが禅と因縁づけられることによって、特殊の美の世界を作ったなどということは、中国禅の歴史にはかつてなかったのである。それが日本禅においてにわかに展開するようになったというのは一体どういうことなのであろうか。厳しく言えば、むしろ禅の大敗と断じる見方もあり得るのではないかというものです。これはただいま岩波現代文庫の愚道と閲楽に収められていて読むことができます。今世間で禅というと水墨画や墨跡、あるいは最近禅画と言われているもの、枯山水の庭、茶道などが思い浮かぶことが多いのです。しかしそれらは決して中国由来のものではないというのです。確かに墨跡などは中国のものが重んじられていますが、今日の日本で尊ばれているように禅の芸術として見ているのではなかったのでしょう。相手に自分の気持ちを伝える書簡であったり、相手に教えを示す方語であったり、それぞれ用途があってのものです。鑑賞用でなかったことは確かなのです。枯山水の庭が禅だと思うと、中国の禅寺にはなかったものでしょう。伝統を伝えていると言いながらも、決して中国のものをそのまま継承しているのではなく、そこに新たな発展があって今日の日本の禅となっているのです。つまり伝統を伝えるということは、過去のものをそのままに忠実に守るというのではないということであります。過去のものを忠実に守っていれば、今日の禅の芸術は成り立たないのです。入谷先生から禅の大敗と言われるかもしれませんが、今や立派な文化であり、これは日本ではもう伝統になっているのです。飯島先生の本には、久松真一先生の言葉も引用されています。禅学即根の課題という講義録であります。飯島先生はここから重要なところを引用されています。またそこに引用された久松先生の言葉には、考えさせられることが多いのです。伝統を破ること、あるいは
また新しく創造することは伝統の玄人の息を脱していくこと、すなわち玄人ではないものが現れることである。総じて改革、革新、革命というようなことには、必ずそこに素人的なもの、伝統的玄人的でないものが働いてくるものである。それは素人には自由な過去のものに関わらない、情実や殻を持たない理性の力が働くからである。かくて私は善についても、この素人的なものの出現することを望みたいのである。そしてかかる点で、従来の禅門においてあまり重んぜられなかった学校教育が盛んになることを望みたいと思う。というのは、実に敬願であります。伝統の玄人というのは尊ぶべきものであります。そういう人によって伝統は伝えられているのであります。しかし、またこの伝統の玄人が伝統の世界を狭くしてしまっている一面もありはしないかと考察することも必要であります。禅の歴史は常にこの玄人的なるものを打破してきたところにあります。近世の禅にしても、指導無難禅師の金宝吾などを読むと、この玄人ではない一面を持っておられたと思います。庄子浪人もそういう一面を持っておられたと思います。いや、遡れば臨済禅師という方などは、伝統の仏教学から見れば玄人の息を脱したと言えましょう。臨済禅師の説法は、自由な過去のものに関わらない情実や殻を持たない理性の力が働くと言えるでしょう。さらに久松先生は仰せになっています。禅では自己を仏とする、自己の外に仏というものはない、どこまでも生きた仏というものを本当の伝統とするわけである。伝統とは決して形のあるものを伝えてくるということではない。伝統、特に禅の伝統は、形のないものが形のないものを伝えることでなければならないというのであります。もちろん今日の禅の芸術も尊く大事にしなければならないのですが、禅の本質はこの形のないところにこそあります。そこで久松先生は、つまりこの獅子総称という禅で最も重んでられるこの伝統というもの、しかも禅ほどこの伝統が脈々と継がれているものは他の修士においては見られないと思うが、それは形のないものが形のないものを伝えることである。形のないものであるから、一方で言うと伝えることもないわけで、伝えることのないのが禅の真の伝統であり、無伝統の伝統とはこのことであると説かれているのです。伝統を常に破って、その伝統から絶えず抜け出ていくことが真の伝統を守ることになるという言葉は肝に銘じたいのです。飯島先生は、無伝統の伝統を実践し、公安以前の独脱無為の絶対無敵主体に立ち返らせる主体的公安を創造することが禅学即根の課題だというのである、とまとめてくださっています。もちろんのこと、伝統を破るだけでは何もなりません。かといって伝統を守るだけでも伝わらないのです。伝統を守ることと伝統を破ることは常に二つ相まってこそ、伝統は守られ継承されていくのであります。そんな中で最も大切なことは、何かを学ぶためにこそ、例えば臨済録という書物があります。ただこれも伝統という枠組みの中で読んでいたのでは、かえって真意を見失うのです。また室町時代の一休禅師という方も、常にこの伝統を守ることと伝統を破ることの二つを行って、真の伝統を明らかにしようとされていたのではないかと思います。
それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をギューッと持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや患いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気が入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりたりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。